にちは、アップマックストアのナリダンです。バイヤー、今日はですね、バイヤーの代行で私アップバンクストア梅田にやってまいりました。はい、梅田はですね、私もともと梅田の店長をしておりまして、そちらから東京に行って今お店のことをいろいろやっております。で、本日は梅田のお店紹介をしたいなと思いまして、バイヤーはいないんですけれども、私一人で乗り込みたいと思います。ではレッツゴー。ナイスサウンド。アップバンクストア梅田は入り口に入ってすぐに大きな画面があって、ここでいろんなバイヤー動画とかマックス村井チャンネルとかが流れております。で、今日は梅田の店長にですね、商品を紹介してもらおうと思っておりますので、ちょっと捕まえてまいります。紹介します。こちらが梅田の店長です。こんにちは。アップバンクストア梅田の店長、田中舞です。なんでそんな言わされたか。今日はですね、はい、バイヤーの代行で私がアップバンクストア梅田の紹介をしたいと思いまして、はい、で、その中で店長マイキーさんにおすすめの商品を、マイキーチャンネル24、マイキーチャンネル24でいいんで、はい、わかりました。はい、紹介をお願いいたします。ちょっとなんかこの辺がいらっしゃいませ。あの男の匂いがするんですけど、あの男の匂いちょっといい、すいません、はい、やっぱりな、これですね。この匂いがしてました。うわ、大阪のりと。アップバンクストア梅田ではこういったマックスムルーのアンチグレアをはじめ、いろんな種類のフィルム、画面を保護してくれるフィルムを貼り付けるサービスを、なんと無料なんですよ。無料で行っております。そうですね、アップバンクストア今無料でフィルムを貼るキャンペーンを行ってますね。梅田はね、関西とか、アップバンクストア自体が関西で梅田ここしかないんですよ。なので関西の人はみんな梅田に来るんですよね。そう、西から下は全部ここに来てくれます。ハワイとかからも来てくれます。マジです、うん、ぜひ来てください。で、他何かありますか。そうですね、ちょっとお掃除しながら話しましょうか。はい、お掃除しながらついてきましょう。また匂い。何なんでしょうね、この匂いって。なんかこれですね、これ。こういうね、何なんでしょう。面白いケースがいっぱいあるんです。普通のね、レザーケースとか、普通のなんだろう、プラスチックの硬いケースってどこでも買えるじゃないですか。こういう面白いケースもアップバンクストア梅田の私が仕入れを担当しているので、私が選んで私が置いているので、写真はありますよね。マイキーチャンネル。マイキーチャンネルです。このケースはどういうケースですか。あれ知ってます。ミニ四駆って知ってます。ミニ四駆知ってます。私とかの世代の人はみんなめっちゃ知ってると思うんですけど、裏面のデザインまで、その当時のミニ四駆のパッケージをちょっとイメージしたような感じで、ちょっとテンションが上がる感じですよね。え、これ、ミニ四駆なんですよね。これがケースなんですよ。そうなんですよ。これね、ちょっと違うバージョンの日本があるんで、よかったら見せましょうか。あ、お願いします。やばい。すごい、ミニ四駆やで。やべマグナムセイバー。あ、すごい。今は在庫切れです。これケースですよね。ケースです。すごい、正真正銘 iPhone ケースでございます。あ、すごい。結構タイヤはないですけど、結構なんかガチガチ。結構ガチ。レッツエンドゴーって知ってますか。レッツエンドゴーのあの子が乗ってるやつだね。ゴーのやつ、ゴーの方ですね。レッツじゃない方。レッツがこっち。ソニックセイバー。ソニックセイバー、うん。こういう、アップバンクストア梅田は変わった面白いケースがたくさんあるそうなので、ぜひ遊びに来てください。マイキーポイント聞いておきましょうか。そうですね、はい、こちらの商品何ポイントですか。何マイキーかな。96バイヤー。あ、マイキーバイヤーがいないです。マイキー96マイキーマイキーそんな感じで楽しい店長がいるお店なので、ぜひ皆さんお越しください。よろしくお願いします。せーの、バイヤー。ご視聴ありがとうございます。
アップバンクストアの仕入れ担当バイヤーの盾でございます。このバイヤーチャンネル24ではアップバンクストアで販売している iPhone や iPad もしくはキャラクターグッズなどの面白いアイテムを紹介しております。ぜひチャンネル登録をお願いします。 PC の方はこちらのボタンから、スマートフォンの方は動画の概要欄にある登録ボタンからぜひご登録をお願いします。バイヤー、バイヤー。